で右の三日月、まあ、いろんな種類あるんですけど、基本中の基本はここから下隠します。カーフキック、ここから下隠します。前蹴り、ここから下見えます。ここから下消して、そこから出すように。でこの時に三日月の形になる。いきます。この状態から、そう、一瞬ね、膝から下が消える、消えた状態で行きます。この時につま先しっかりと、ここですね、ちょうどトーキックで蹴るように、こんな感じです。頑張ってください。